皆さんこんにちは。前回8月の下旬にシーンの購入品を紹介したと思うんですけど、あのあと結構買い忘れとかがあってまた注文したので、それを紹介していきたいと思います。ではまず早速1つ目ですね。こちらスマホリングとスマホケースです。これ360度回るからめちゃめちゃ便利。こうやって横置きもできるし、こうやって変えれば縦置きもできる。でこれさっきつけた時めっちゃ緩くてもう取れまくってたんで、あの前回注文して届いた破損品が両面テープがついてるものだったんですね。この両面テープめっちゃ頑丈。結局あの破損してたやつはなんかちょっともう期間が過ぎてたのか、視聴者さんがね、あの交換できますよってコメントをくださったんですけど、ちょっとできなくて、で問い合わせもなんか機械のやつの応答しかできなくて、まあ、ちょっと諦めたんですけど、コメントしてくれてなんか説明してくれた方がいたんで、すごい嬉しいなと思って、ありがとうございました。で次もスマホリングですね。こちら理化学デザインスタンドアウト携帯グリップゴールド。スマホリングだけですね。ここは元から持っていたスマホケースです。これ2個目の注文なんですけど、リピッテルリングで、前回のやつはポンって取れちゃって買い直したんですけど、ちょっとここの作りが仕様が変わっちゃったんですよね。前のはくるくる回せたんだけど、今のはこれは回せなくなっちゃって、こうね置く時とかがカクってなっちゃうっていうのがちょっと残念なところ。前はねこれがくるって回せたんで、ほんと垂直とかも置けたんですけど、まあ、これ動画撮ったりするときはね結構垂直が良かったりするんですよね。映画見るときとかはねこういう角度がいいと思うんですけど、あとねこれねカチャって、前はねカチャって戻せたんですけど、ここがねなんかね引っかかったりするんですよ。うまくカチャってならないときがあるっていうのが残念。でもこの見た目は全く変わらないから好き。続いてがガラスストロー3本プラスブラシ。前回のねお試し1本がすごい良くて、とうとう3本セットのやつを買っちゃいました。で種類がこの曲がってるやつ、太いやつ、ストレートまっすぐなやつと、掃除するブラシ、掃除バッチシュ、相棒が増えました。で続いてヘッドホンスタンド、これすごい高級感ありません？ちょっとマットでテカテカでもないっていう、見た目重そうみたいな、わかります？高級感があるっていう。ですごいいいなと思ったのがこの後ろ滑り止めがついてる。で軽いから倒れちゃうのかなって思ったんですけど、この間ねアンカーのヘッドホン買ったんですけど、めっちゃいい感じ。すごいマッチしてることないですか？このなんかシルバーとシルバーみたいな、もうこのヘッドホンのためのスタンドみたいな、この上の部分とかね、すごいぴったり、かわいい。すごいおしゃれなものを買いました。全然ね倒れない。で次、今回はね服と雑貨が約半分半分ぐらいで購入してます。服と雑貨はあの混ぜ混ぜで紹介してるんでお間違いのないように。でこれ服、デイジーのシンプルワイドパンツブラック M サイズ買いました。なんか生地いい感じ、なんかユニクロとかとね変わらん感じ、ちょっとサラサラ生地のやつ。ちょっと心配なのは、ストレートワイドパンツだからさ、ちょっと幅でかいんだけど、これハイウエスト調のやつを買ったんだけどね、ちょっとなこの辺でかすぎんかみたいな。いや分からん、
自分のねお尻のデカさどんだけかあんま分かってないから来たらちょうどいいかもしれない。で続いてこちらもデイジー、デイジーで読み方合ってる？ドロップショルダーオーバーサイズシャツホワイト M サイズ買いました。かわいい、デカめ買いました。こういうものとかはほんと 2way 以上のものじゃないとあんまり買いたくなくて、でこれはもうダル着としても着れるし、あのお出かけの時でも着れるっていう服で、まあ、シーンって薄いじゃないですか生地が、なんでそこを逆手にとって春と秋に着る服、薄くてもいいっていう時に買うんですけど、これほんとねぴったり、あのねモコモコじゃない、全然透けないけど薄いみたいな感じ、春秋めっちゃいい、向いてる、これおすすめ、かわいい。で次ミニマリストワイラリアットネックレスシルバーで、ね、下がね三角のデザインになってます。でこれはあの秋冬にハイネック結構着るんで、そのハイネック着た時用のネックレスが欲しくて、でこれここの玉、この玉でこうやって調節できるんですよ、この首元の広さ。ハイネック着た時結構首太くなるんで、これで調節できるんですよ。しかもなんか緩すぎず硬すぎず、めっちゃいい、これいい買い物したなって思うで次がマウスパッド、これが裏がねなんていうの、ゲルっぽい感じで、めっちゃ滑り止めついてる、めっちゃいい、クッションもあって便利。こんな感じでね、めちゃめちゃいい。このマウス大きかったから本当この部分欲しくて、いい感じ。 Day 2、昨日途中まで商品紹介して出かけてたんですけど、これ見て、取れちゃったゴールドの部分、悲しい気を取り直して商品紹介続けていきます。続いてはこちら、わかりますかなんとなくね、わかりますよね。これ日焼けを遮るガードマスクみたいなものです。実際つけますね、耳にかけて、ここにマジックテープついてるんで、これを首の後ろで止めると、こんな感じ、目の下まで隠れます。首が特にね隠したいなって思ってた場所で、朝の散歩に使いたいと思ってます。しまってもいい ね、 だね。あ、でもしまうとちょっと息が苦しいっていうか、こもって暑いかも。でこれは見て、これ穴が開いてるんですよ、ここだから苦しくないです、穴開いてるから。ちょっと不審者感が強いけど勇気がある方は一緒にお揃いにしましょう続いてがこちら、ハニースポットのジッパーアップクロップスウェットシャツ。一応レビュー見てると通常使ってる服のサイズでいいみたいなんですけど、私あの掲載されてるモデルさんみたいにちょっとダボっと着たくて、レビューを見てると結構みんなぴったりだなって感じだったんで、ちょっとワンサイズ大きめの L を買いました。袖はねやっぱ L なんでちょっと長いかなって感じだけど、手足長い族の方だったら全然大丈夫、いい感じ、燃え袖ぐらいかなって感じ。生地はすごいなんかワッフル素材っていうのかな、でもめちゃめちゃ分厚いかって言われたらやっぱ分厚くないから、これも春と秋に着れるぐらいかな。買う前に確認し忘れたのが、これロゴね、うちこれ日本語に訳して大丈夫そうなら買うんですけど、いつもあの翻訳させるのを忘れてました。なんて書いてあるんだろう。スポーツウェアレギンスですね、わかりますかこれ。そう、横にポッケがあるんですよ、これ。ちょっとした時にこうさ、スマホ入れたりとか
できるからいいなと思って。これは S サイズ買いました。普段ね M とか L 着るうちでも S で大丈夫だなって感じで、次ノンワイヤーブラアプリコット S サイズです。私ナイトブラをねこうつけて寝るんですけど、最近ナイトブラってワイヤーなしで歌ってるんですけど、うちが持ってるやつこのサイドになんかワイヤーが入ってるやつで、なんかそのワイヤーめっちゃ痛いんですよねこれはもう全部ワイヤーゼロ、この下もないし横もない、伸縮のみで頑張ってるタイプのやつにしました。ね、寝るとき快適。アプリコットだったらこう白い服着たいときとかにも着れるなと思ってこの色にしました。うん、 S にしたけど全然いいと思う。体デカめ、骨格ナチュラルストレートみたいな体型ですけど、うちそれでも S で大丈夫だと思う。肌触りはサラサラでいい感じ。あとはもうついたまま取れないですね。何回使えるかな。次こちらシンプルで透明なストライプカップ。これねガラス、お家に愛犬がねコロンちゃんがいるんですけど、やっぱりあの毛が回ったりとかが結構すごいので、蓋付きのカップ欲しいなって思ってたんですよね。そう、これが蓋付き、しかもストローもついてました。まあ、開けてね飲んでもいいと思うし、蓋もついてるんで蓋つけて振り返って刺して飲む。結構年中無休で常温の飲み物飲んでるんで、これ多分すごい登場すると思う Vlog にも大きさはねスマホの高さぐらいかな。これが iPhone 14 Pro Max、 大きい方の iPhone ですね。それと高さはね同じぐらいかな。容量がねちょっと書いてないですね。ちょっと検証してくる。寝てきた。これで 300ml 入ってます。9分目ぐらいかな。氷とか入れたら溢れるから、氷入れるなら 200ml ぐらいになるかな。で次シールーンっていうのかな、ドロップショルダーポープフロントカーデガン S サイズです。さらっと羽織れるカーデガン、ロング丈カーデガンですね。もうそっくりなのを持ってたんですけど、着すぎて穴開いちゃったんで、あのそれはおさらばして代わりのそっくり似たやつを購入しました。よかった。なんか実物どんな感じか分かんなかったけど、かなりそっくり。レビューが32しかなくて結構不安だったんですけど、めっちゃいい。しかもその出してるとこがね、読み渡ってるの、これシンルーンなんで、ちょっと知らないところだったから怖かったけど、めっちゃいい。 SML の S サイズ、いい。ちょうどね膝丈ぐらいのが欲しくて、今ね膝上ぐらい、袖ダボってしてるやつもあったんだけど、袖ダボってしてるやつじゃなくて腕まくりができるやつがいいと思って、まくった時にこうピタって止まるやつが良くて、うん、この長さなら萌え袖も可能。薄さはこんな感じ、なんかほんとうっすら肌が透けるかなって感じ。基本は夏にねタンクトップ着てその上に羽織るとかなんだけど、まだまだ着れるかなと思って買いました。これいい。2025円、2025円でこの生地かって感じはちょっとあるかな正直ね、こういう作りだからいいのかな。下とかも切りっぱなしとかじゃないからね。これで切りっぱなしとかだったらちょっとうってなるけど、全然いいと思う。切りっぱなしやない袖も。これいい、当たり当たり。レビュー少なくて怖かったけどめっちゃ良い。次ジュエリーボックスです。3段で使いました。色はベージュです。おっと最初は本当グレーをね探しててあったんですけど、今ダイソーとかにもあるんですよね、グレー買っちゃいましたこっちでね。でグレーせっかくならダイソーとかでない色買いたいなと思って、
ちのベージュにしました。かわいい。でもベージュなんだけどちょっとグレーっぽい感じする。わかるかな。ザ・ベージュっていうよりはベージュグレーみたいな感じです。中が全部ね違う分けになってる。で、なんもない。かわいいアクセサリーとか入れたいと思います。次がキャミソールブラック S サイズ。ほんとシンプルなやつ。ちょっとクロップド丈のやつ欲しくて買いました。中に着るやつとかは基本こうやって調節紐がついてるやつをうちは選ぶようにしてる。これ1枚で着るとかじゃないから基本うちは、なので調節紐がついてるやつを選ぶようにしてます。もう黒だからちょっとね透け感がちょっとわかんないけど生地はしっかりしてる。で次は2枚一気に紹介します。これイージーウェアのクロップタンクトップブラックの S 日本サイズで L サイズです。でこれが白も買っちゃいました。ちょっと白怖かったけど白いのはもう本当に目で見て買うかグレールっていうプチプラのサイトあるんですけどそこの白系もあんま透けないかな。シーンの白タンクチャレンジもうちょっとね生地分厚いとありがたいけど、うん、次白のタンク買いますかって言われたらちょっと悩むかも。うちは何事も経験ですわね次こちらクッションカバーです。これわかるかな。デザインがね線が入っててポコってしてるやつ選びました。他にベージュとピンクがありました。三色展開です。ちょっと入れてみよう。ちょっとしくったかな。黒色毛とかホコリがすごい目立つ。ちなみにね後ろはねツンツルテンいいじゃん。生地しっかりしてる。でこれもう一回洗濯したんですけど洗濯したけどこの状態いい。ベロアっぽいかわいい。はい本日はこれで以上ですね。今回はね壊れた状態で届いたっていうのはありませんでした。服もあったしねクッションになったかなっていうのもあるけどまたあのすぐ買っちゃうかもしれないんでしその時でまたレビューしたいと思います。最後に買ったもののコーデ集をご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひお願いします。じゃあねー。